今ツイッターで流れてきたんですけど、深夜長さんの妹分であるゆりあちゃんが、ナーボーさんの方になんか悪さをしている可能性が非常に高いんだよね。まあいつものことかもしれないけど、まあ、ナーボーさんは困っている。で、ゆりあちゃんはもう自分でね、ブレーキが効かせることができないみたいな感じなんですよね。はい。ナーボーさんでゼ、ブロックやりたいんで本当に来ないで。 昨日もさ、救急隊とか呼んだでしょいや、あ,あは違じゃあ、どれはそうなの出前か出前もやってない。出前もやってない、はい、正直に言ってくれたら、もうブロック解除するよ。も本当にやってない。でも正直に言って。いや、やってないです昨日。昨日やってないはい。本当にやってない いや、本当に、やってたら、もう、正直に言って、そしたらもう全部解除するから。いや、本当ですえ、え、やろうやろうやま、ずっとこの感じで終わっちゃうんですけど、で、これっていうのはさ、二人とも SOS を発信してるように見えるんだよね。当然、このナーボーの方はね、直接被害を受けて、困っている。で、彼女も、もう自分じゃもう、自精神が働かなくて、もう、やらずにはいられないわけでしょ。で、この間もね、あの、警察に捕まっていましたよね。で、 出てきたと思ったら、から焼肉パーティーを深夜町宅でやったってことで、で、結局なんかアドバイスしても、聞かなくてまたこういうことやっちまうってことで、こればっかりはね、まあ、病気とか、まあどうしようもないのかもしれないけど、でもま、深夜長さんがね、この兄気分、なんかお兄ちゃんって言ってるぐらいだからね、なんとかね、あの、力づくれもね、これ止めてほしいなと思うんですよね。これ社会問題じゃないですか、これ。ダコさん困ってますし、 ギラちゃんもそれ以上にね、発狂してるようなもんじゃん。なんとかね、この、ADHD 仲間、まあ彼女がどういうね、診断されてるかわかんないけど、だって、ここを止めないことにはさ、どうしようもないじゃんね、逮捕されましたで、面会行くとか出てきましたで、ね、じゃあパーティーだじゃなくて <laughs> あ、この犯罪を減らす、あの、活動をしてほしいなと思うんだよね。前のね、チ会じゃないけど、これはね、あの、 新屋長頼みです。あと、ナーボーさんね、あの、去年、結構大きな迷惑をかけたから、ここでね、あの、なんとかね、このユリアちゃんをセーブできれば、ブレーキかけることができれば、プラマイゼロになるじゃんって、まあ、単純に思うんですけどね。まあ、あくまでもこれは僕のね、あの思ってることでね、まあ、ね、人をその動かすとかね、変えることはできないんで、まあ、なかなか難しいかなとも、同時に思います。以上です。どうもありがとうございました。